風が吹き抜けるからいいね。暑さもあれですね。ということで、はい、カツライス食べて帰るだけでは忍びないので、はい、お土産にしめ鯖かまぼこ買って帰ろう。ねえ、行こう行こう。そういえば松江だったね。潮見縄手の小泉役も急遽、うん、もう前に確かあったはずなんで、行ってみましょう。行ってみましょう。ここら辺ほんと石畳で気持ちいいよね。あー、かわいい。バス？バス。レイクライン。かわいいね。こちらですね。そうそうそう。入ってみよう。あ、涼しい。一旦止めて。手の消毒だけしましょう。あ、すいません、急に来ちゃいました。はじめまして、 HITC です。あ、本当ですか。いやー、ちゃんとご挨拶できてよかったです。お客様めちゃめちゃいました。あ、本当ですか。すごい嬉しい。そんな影響力あると思わなかったね。加藤君は正直すごいめちゃめちゃビビってたんですよ。めちゃめちゃビビってました。辛口なんか言っちゃった。なかなか CG みたいな。いや、もう本当すごい美味しかったです。今日買いに来ましたもん。はい、本当に。これがね、昨日、関西テレビなんですけど、ちょっと取り上げていただいたと。あ、そうなんですか。すごい、ね、すごい。今ですね、3週間待ちなく。なんでこれがちょっと、はい、あるものが、ここに今出てるものが完売したら、うん、もうちょっと、もうあの3週間待ちです。すごい。そうなんです。そうなんです。めっちゃブーンいってるじゃないですか。そうなんですよ。乗っけてくれてたやつですよね。す、嬉しい。ちょっと生で見れた。持って帰ろう。ほら、はい、勝手に紹介させていただきます。ありがたいですよ。わさびが来た。めっちゃ美味しい。やっぱ美味しいですね。よかった。びっくりした。わさびにびっくりしたけど。あ、わさびじゃなくてビール止まってめっちゃ欲しくなりました。ビール一杯くらい。購入。残り少ないやつを1個ね。本当だよね。よかった、マジでよかった。実はね、はいはい、行きたいところがあって、お、出雲縁結び高校にのひまわり畑が見たいので。あ、ない、そんなのあんのらしいよ。ということで行ってみよう。わかりました。うん、運転お願いします。クソが。縁結び空港にあるひまわり畑にやってきました。はい、なんか意外とだったね。ん、もっとなんだろう、スカスカなイメージしてたけど、こんだけ密集してるんだね。ひまわりって太陽の方向くんだっけ。ただ今太陽と全部背を向けてますよね。みんなあれなんだね、同じ方向を向くんですね。
見たかった景色見れました。うん、すごい嬉しい。ちょっと満員電車みたいになってるけど皆さんちょっと夏バテ気味でお盆休み明けの通勤列車みたいな感じなんですよね。行きましょうか。じゃあ、はい、よし行きましょう。帰りましょうか。帰りましょう。楽しかったわ。なんか夏らしいの見れてよかった。うん、まあまた、うん、来年も来ようかなね。そうしましょう。